はいどうもご視聴いただきありがとうございます。今映ってる水槽ではアベニーパファーという世界最小の淡水フグを飼育してるんですけども、このアベニーパファーと混泳させるのに適した相性のいい生態を一種紹介していこうと思います。で、先ほども言いましたけども、このアベニーパファーというフグは世界最小のフグで、大きさはですね、なんと最大で3センチほどのめちゃくちゃ小さいフグなんですよ。そしてですね、こんな感じですごく可愛い見た目をしているのと、結構フグって、まあ、好奇心が強くて、何か物を入れると逃げるどころか近寄ってくるような行動もまたなかなか面白くて愛嬌があるんですよね。まあそういうのを全部ひっくるめてかなり人気のある種となっています。で、このアベニーパファーの大きさは最大でも3センチほどになるので、まあこういった小型の熱帯魚を飼育していると、まあある時に他の魚も一緒に泳がせてみたいって思うことが多いはずなんですよ。まあ混泳させてみたいってことですよね。ただこのフグっていうのはなかなか気性が荒い性格をしていて、まあ他の魚に攻撃することって結構多くあるんですよ。なので混泳にはかなり注意が必要な魚で知られてます。とは言ってもですね、絶対に混泳ができないっていうわけではなくて、まあこのアベニーパファーは小さいので結構混泳ができてしまう魚でもあるんですよ。で、むしろ相性のいい生態もいますので、まあこの動画ではですね、アベニーパファーとめちゃくちゃ相性が良くて混泳に適した一種を紹介していきます。で、その魚っていうのが今映っているこれですね。これはですね、オトシンクルスという魚です。で、オトシン系には多くの種類がいるんですけども、代表的なのがこのオトシンクルスとか、あとはオトシンネグロですね。この辺りが有名ですね。で、この2種類はですね、僕も長くアベニーパファーと混泳しているんですけども、問題なく混泳はできています。で、このオトシンクルスっていう魚は普通の魚、まあ普通の魚って言ったら変なんですけども、まあ、グッピーとかネオンテトラのように水槽内を活発的に泳ぎ回るっていう魚ではないんですよね。で、この画像を見てもらったらわかるように、このオトシンクルスの口は吸盤状になっていて、この吸盤状の口で水槽内のガラス面にピタッと張り付いている姿がとても印象的です。まあ基本的にはですね、こうやって水槽のガラス面とか、あとは流木とか水草の葉っぱの上とか何かしらにピタッと張り付いてます。なのでアベニーパファーとは遊泳層が被らないので、これがですね、うまく混泳できるポイントの一つになってるって言えます。まあこのオトシンクルスの方が大きいっていうのもありますけどね。このオトシンクルスは最大で5センチから6センチくらいまで成長します。で、ちなみになんですけども、このアベニーパファーとオトシンクルスを混泳させる水槽では飼育者にとって嬉しいメリットがありますので、その点も紹介していこうと思います。で、どんなメリットがあるのかというと、まあこんな感じで、一つ目がですね、苔を除去してくれるってことですね。で、二つ目がスネール発生とは無縁といった感じで、まず一つ目の苔を除去してくれるってことなんですけども、これはオトシンクルスですね。このオトシンクルスっていう魚は苔取り能力の高い生態としても有名で、実際にですね、水槽内に発生する苔対策として導入されることの多い生態でもあるんですよ。まあ主にですね、水槽のガラス面とか、あと流木とか水草の葉の上ですね、吸盤状の口で削り取るようにして食べていくんですよ。まあ吸盤でくっつくことができないような場所とか、あとはさすがにがっつり生えた苔を除去することはできないんですけども、まあ、発生する細かな苔を食べてくれることから、苔対策として導入する生態としては、めちゃくちゃ優秀なことに間違いはありません。で、そして二つ目のスネールとは無縁になるってことなんですけども、こっちはですね、アベニーパファーが活躍してくれます。で、アクアリウムをやったことがある人だったら、ほとんどの人がこのスネールの発生経験したことがあると思うんですけども、一旦水槽内に発生して増え出すと、駆除するのがめちゃくちゃ難しいですよね。で、ちなみに、まだこのスネールのことをよく知らないという方はですね、こちらの動画内で詳しく説明していますので、ぜひご覧になってみてください。まあ、このアベニーパファーがいる水槽では、スネールを見かけるってことはまずなくなります。というのも、スネールとかの貝類っていうのは、まあ、アベニーパファーとかフグにとって大好物になるので、もし水槽内にスネールの侵入を許してしまった場合でも、そのスネールっていうのはですね、アベニーパファーの餌になってしまうので、水槽内でスネールが増えまくって困るっていう心配がまずないんですよね。ちなみにこちらの動画内でアベニーパファーがスネールを食べる様子を紹介していますので、もしご興味がありましたらぜひご覧になってみてください。まあそんな感じで、アベニーパファーとオトシンクルスは混泳に適した魚であると同時に、アクアリストの大きな悩みである、まあ苔の発生とか、
あとスネールの発生ですね。これらを抑制するという管理の面でも嬉しいメリットがあるんですよね。なのでもしアベニーファーと混泳できる魚を探している場合は、このオトシンクルスめちゃくちゃおすすめなので、ぜひチェックしてもらえればと思います。はい、それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。